皆さんこんにちは、金子ゆりきです。坂井亮太です。金子コーチ、今日はですね、はい、動画にいただいたコメントの中で、はい、いつもありがとうございます。と読んでて、質問があったり、あとはそのコメントの内容が皆さんにシェアしたいななんて思うのを私がちょっと選ばせていただいて、はい、でそれにちょっとお答えするとか、まあ皆さんと共有するみたいな感じの動画とさせていただきたいと思います。了解しました。はい、まあ、早速行かせていただきます。はい、タイ・バンコクで一緒に働くスタッフを募集しています。興味のある方は、一度ご連絡ください。お待ちしております。まあ、1つ目、ストロークでボールへの体重の乗せ方についての動画を最近投稿したじゃないですか。はい、体重移動っていうのはからボールに対してから体重をこう乗せていくっていう、そのフォアハンドで説明をしたと思うんですけど、シングルバックハンドではどうですかっていうふうな質問をいただいてるんですけど、一緒です。ダブルバックハンドでも、はい、シングルハンドでも、はい、体重の乗せ方、はい、伝え方として、まあ、こうやってステップインをしてでラケットを振るよね。で、はい、体がもう前に飛球方向に行かないってことだよね。はい、こういうふうに、はい、体はボールの方向にインパクトしてからボールの方向に行くと、まあ、そうすると今、まあ、ラケットがこっち行ったように自然とインサイドアウトにもなると。はい、体重を乗せてけんので、はい、まあ、少しラケットヘッドを落としてスピン、トップスピンでもいいし、バックハンドなので少しこう体重を乗せてスイングスピードを落として、逆にラケットボールを少し乗せるようなイメージして、落ちてから重くなるような球も、ダブルハンド場合なんだけど、そういう風に打ってもいいし。なるほど。うん、ただ答えとしては一緒の乗せ方を。一緒です。フォアハンドと一緒。はい、で、まあ、気をつけてほしいのは、はい、当然速い動きの時ってもう時間がないので、ね、オープンスタンスで打たないといけない場面も出てくる。はい、うん、こう時間があって柔らかく膝を使えて体重心を乗っけて打てる時もあれば、全てがそれで打てるのは理想だけど、はい、なかなかそういうこともいかないので。なるほど。まあ、全部が全部だとは思わないようにしてください。はい、だけど機会を逃してはいけないと。なるほど。はい、体重を乗せる機会があるのにこう足もあやふやにしたりとか、まあ、もう体開いて入っちゃったりするともったいないよねっていう話です。なるほど。はい、じゃあもう一度その動画見直していただいて、はい、バックハンドも同じということで、ぜひ取り組んでほしいですね。はいはい、2つ目、はいはい、でこれはですね、要望みたいな感じなんですけど、ボレーは脇を開けないでっていう、その脇を締めて打ちましょうっていう動画に、コメントいただいたんですけども、はい、ネットプレーが苦手なのでとても勉強になりました。はいはい、でただ試合ではアプローチからボレーをする場面で練習でできていたようなボレーができません。はい、前に出ていった後の動き、またボレーをどこに打ったらいいのかわからないことが問題と感じております。はい、アプローチの動き、後の動き、予測考え方など、ね、動画があればとてもありがたいのでご検討のほどよろしくお願いします。はい、ということです。まあこれはやっぱ難しいよね。ボレーだけの練習ではアプローチからボレー のうまくいくかっつったらそれだけではうまくいかないので、はい、やはりアプローチから入ってボレーを打つっていう練習もしないとダメ。ボレーだけでは限られた動きになってしまう。はい、で多分相手のグッドショットとか、はい、逆にチャンスボールが来たりとか、はい、いろんなこの要素があるので、まあ、グッドショットの時にこう驚かないで打つとか、はい、浮いてきたら足止めずにそのまま前入るとか、もうこれはアプローチの練習しないとダメだと思います。なるほど。はい、でボレーが上手いからといってアプローチからポイント取れるかって言ったらそんなわけで、その練習をやっぱりこう繰り返しやらないとなかなか。そうだね。はい、でその中で、はい、やはりできるだけ不確定要素ってなくしたいよね。はい、ということはセオリーを決めとかないとだめ。アプローチ、はい、でもうアプローチのセオリーはダウンザラインで来たらもう刺さる球、トップスピンで入らないで、はい、刺さる球で入らないと、パッシングショットバックに、まあ、打ったら引っ張られる可能性が出てくるので、もう腰よりも高いところで来たら滑る球で相手の精度を落として、まあ、ここの範囲内で打てるアプローチショットに持っていけるようにしないとダメ。まあ、アプローチショットをいい、ちゃんとアプローチショットを打って、無理しないでボレー打てるようになりますね。僕もボレープレイヤーじゃないので、ある程度主導権を握れるんじゃないとネットには出ない、けどやはり
ネットでポイント取るっていうのはすごい重要なことなので、はい、ということは短いボールを見逃さない、はい、うん、見逃さない前に短いボールを作る起点を打つ、うん、起点となるボールを打つ、はい、変化を入れたりとか、はい、少しこう刺さるボールを打ったりとか逆に弾むボールを打ったりとか、はい、うん、そこにつな考えながらやって誘わないといけない。なるほど、うんうん、まあ、こちら、まあ、僕らも、まあ、動画にするかどうかってもちょっと考えて、はいはい、チャンスがあれば動画にさせていただきたいなとは、ね、アプローチから展開だね、はい、思ってます、はい、はい、うん、まあ、今言ってたみたいにまずこう実践で何度も何度も試していただいて、はい、いいアプローショットを打てるようにっていうのもいい的確な、うん、戦術的なアプローショットを打ちましょうっていうのも一つポイントですよね、はい、うんうん、あとまあもう失敗を恐れない、はい、やはりやり慣れないとうまくはならないんで、うん、それは最初はエラーしたりね、パッシングショット打たれたりするけど、うん、それを乗り越えていかないといけないです、ね、はいはい、ぜひ頑張りましょう。次3つ目です、はい、フォアハンドは冷蔵庫。結構金子コーチ推しの、はい、推しだよね、はい、推しの動画でしたけれども、はい、はい、うん、冷蔵庫のように言うと、うん、まあ、ちょっと何言ってるか分からない方は見ていただいて、はいはい、とてつもなく参考になりました。ありがとうございます。パワーを伝えようとして必死に体を回しているのにいまいち力が伝わってないしコントロールが効かないしで悩んでいたんですが、うん、冷蔵庫のイメージで打つとしっかりと捉えることができ、はい、コントロールが効くようになりました、うん、このイメージで打つと以前の切り返しの動画にあったヘッドが返ってこないという問題も解消でき、まさに目から鱗の動画でした、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、嬉しいコメントをいただいてます、うん、いや共感してくれる人がいてよかったです、はい、冷蔵庫、冷蔵庫、はい、はい、ね、やっぱ末端に頼りたがるんで、ね、うん、こう最終的にこういう風にやっちゃう、はい、うん、だけどやっぱ体で打ちたいんだよね、うん、こういう風に、はい、バックハンドも、はい、フォアハンドも体で打ちたいんだよね、うん、その中に遠心力が加わってこう大きくなるだけで、うん、だから幹はもう変えたくないんだよね、はい、うん、こういう風にして、うんうん、でそのイメージがやはり冷蔵庫みたいに開きすぎちゃうと、うん、もう崩れてしまうので、うん、ドアを開けすぎないで下半身使うと、うん、まあ、そういう内容が伝わってよかったです。そうですね、うんうん、冷蔵庫結構話題にもしていただいてクラブの中でもありがとうございます、はいはい、います。キックサーブはどうですかね。キックサーブ、キックサーブ、キックサーブのもうかなり話題に上がって、はい、ちょっとすいませんだいぶ前すぎてコメントとして取ってこなかったんですけど、はいはいはい、キックサーブ、まあ、キックサーブねまた取ったからね。そうですね、はい、またそれ見ていただいてコメントいただければ僕らも励みになりますよね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ最後、はい、足の使い方についての動画、まあ、はい、どういう動画かっていうとこのフォアハンドで深く刺さってきたボールに対して、まあ、右足をまあ、コンパスの針みたいな形で、はい、このままこう逆に、はい、逃がしてしまう、ね、逃がしてしまう、こういう使い方っていうのが、うん、面白いコメントをいただいてて興味深いな。キャスパールードね。そうですね、ルードがよく使うようなこのフットワーク、はいはい、これについてですね、右利きの人が左足を後ろにバックさせて打つのは物理的にはハンドル、車のハンドルですね、はい、と同じ効果だと思う、うん、ハンドルはどうして円形をしているのか、一本棒のレバーではどうしてダメなのか、またハンドルの手の置く位置は一箇所に両手ではなくどうして離れた位置に置くのか、これは軸とその両端にかかる力の関係性を利用しています、はい、軸に一番大きく力を伝えるのは、うん、円周上に同じ力を反対方向に作った時が一番大きくなります、うん、なんていう、まあ、そういう専門的な意見をもらえて嬉しいです、はい、そうですね、まあ、僕たちはそこまでねサイエンスが専門じゃないから、はい、ね、どちらかというとこのスポーツの得意性のある、ね、技術の方に行ってプラス説得をそこで持たせて、ね、はい、できたらいいんで、そういうやっぱ知識をいただけると嬉しいね、うん、そうですね、うん、なんかこうやってることとか言ってることが証明できるというか、うん、はい、もっと自信持って言える一つの要素になりますよね、はい、まあ、自分自身もやってみてそんなにこう振り遅れたりとかタイミングを外すっていうのは少なくなって僕自身、はい、うん、打てなかったシチュエーションの時も狙えるようになったりとか、お、うん、なるほど、まあ、さらにできるんだろうけど練習量も必要だね。そうですね、うんうん、なんかすぐバーンってきたやつをそのまま自信持っていけるかって言ったら、うん、やはり積み重ねた、うん、練習量と
やっぱ微調整も必要になってくるし、はい、うん、遊び的な要素で練習の中でいろいろ試していただくのがいいのかなっていう感じがしますよね。まあ怖いのはね、やっぱこう体が上がってしまったりとか、はい、まあ、それこそ開いた打ち方になるのは怖いよね、うん、伝えていく上で。そうですね、うん、だからそこを気をつけてもらいたいです。はい、まあ、今回4つほど取り上げさせていただいたんですけども、はい、これ以外にもたくさんコメントいただいてたりとか、はいはい、して、まあ、こちらから、はい、ご返信したりもしてるんですけれども、うん、まあ、これからもその、まあ、私たちの言っている作っている動画の中にコメントとか、はいはい、たくさんいただければ嬉しいですね。ぜひぜひ、はいはいはい、いろいろなご意見を聞かせてください、はい、では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。